それでは今回は試験直前にやってはいけない3つのポイントについてまとめましたので解説を行っていきます1つ目です普段通りににやれば大丈夫だと自分に言い聞かせるこれね皆さんどうでしょうか結構これねやる人多いと思うんですよね緊張しないためにいつも通りね、えー、やれば大丈夫だっていう風に、ね、言い聞かせると思うんですけれどもこれは私は逆効果だという風に思っています まなぜならば、普段皆さんがね塾とか学校とか自分の家とかで勉強しているときって、普段通りにやろうっていうふうに意識、そもそもしてないですよね。そうですよね、皆さんね、別に何の意識もなく無意識にね勉強をしてますよね。なので、その普段通りにやろうというその意識自体が、もうもはやね普段通りではないので、これね、余計緊張をしてしまいます。 あの私もね学生の時これ、そうでしたね、あの普段通りにやろうっていうふうに意識することで、逆に普段通りではなくなってしまって、余計ね、緊張することがあったので、こういうね、無駄な意識っていうのはね、やめましょうということになります。あの試験っていうのは、もう緊張するものっていうのが大前提だと思います。周りのね人を見ても、緊張していない人なんていないと思います。 はい、皆さんね、表情とかには出てない人もいるかもしれないですけど、皆さんね、緊張してるので、それは緊張はね、もうするものだろうというふうに受け止めた上で、どうしていくかっていうふうに、ね、考えるのがいいんじゃないかなと思いますあの。緊張しないように頑張ろうっていうね、そういう発想はね、もうそもそも切り捨てた方がいいと思いますし、それをやると余計に緊張するということになります。 二つ目ですね。満点を取ろうと引き込む。これもね、いると思うんですよね。なんか今日は自分は絶好調だから満点取れる気がするみたいなね、えー。そういう風なね方いると思うんですけど、これもやめてほしいなというふうに思います。なぜなら満点を取らなければ合格しない試験なんてないですよね。 特に大学受験でね、満点取らなければ、合格させない大学なんてないですよね、そんな大学ね、聞いたことないですよね。なので、満点を取る必要がそもそもないわけですよね。これ、皆さん、いいでしょうか。これ、当たり前のことなんですけども、ここね、かなり大事になってきます。なので、やるべきこととしては、とにかくできる問題、あなたができる問題、そして、みんながね合格者の人が必ず取ってくるだろうと思われる問題、これを確実に得点すると。 というここととが合格すするるためにに大切ななってくることなんですよね決して満点取ることが合格するために大切なことではないですよということを、ね、改めて確認するようにしましょう。3つ目です。試験開始直前に暗記系を詰め込む。これもいますよね。定期テストの前になってね、いきなりなんか参考書とか開き始めて、で暗記ね、詰め込んでる人とかね、周りね皆さんもいるんじゃないでしょうか。はい、これもね、やめてほしいなというふうに思います。 なぜならば、まあ、詰め込んだ知識にばかり、ね、気が集中してしまって、で本来、ね、できるはずの、ね、問題っていうことはあのできなくなってしまうということが起こりうるからです。でも私もねこれ経験あるんですけれども、まあ、詰め込んだ、ね、その知識になんか気が、ね、なんか集中しちゃうんですよ。なんかそこを覚えとかなきゃ、覚えとかなきゃみたいなあ形になって、であの公式ねあ、あの公式ちゃんと覚えとかなきゃみたいな形になって、他の公式をね、 もうすでに覚えていたはずの知っているはずの公式が逆になんか忘れて飛んじゃうみたいな記憶がね、そういうことね、あるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことがね、起こりうるので、やめましょうということですね、もうそこは諦めた方がいいと思います。試験直前にね、開始直前になっても、詰め込んで詰め込まれてない、記憶できてない知識っていうのを、覚えたとしても、もう意味ないですよっていうふうに、そこは。 スパッと、ね、切り捨てた方がいいと思います。なので、試験開始直前になる前までに皆さんやっていかなきゃいけないんですよ。いいですか、はい、そこなんですよね、はい。そこが大切ですということになります。まとめますと、力を出し切る3つのポイントですけれども、普段通りと言い聞かせないことと、満点を取ろうとしない、はい、それから試験開始直前の暗記というのは NG ですよと。 この3つのポイントを意識するだけで、だいぶ得点差変わってくるんじゃないかなと思います。もちろんね、合否にも大きく関わってくるポイントだと思いますので、皆さんね力を出し切って、試験ね、合格つかみ取れるようにしましょうと、悔いのないね試験にしましょうということになります。はい、以上になります。 私の方でもね、YouTube で英語長文の過去問解説を、ね、行っておりますので、もしね、あの興味がある方は、そちらの YouTube の方ね、あのチャンネル登録していただいて、動画の方ね、見ていただければなというふうに思います。私の英語の解説動画、英語を読まない、えー、それから英、ね、単語、英文法の知識があまりない方でも得点することができるっていうふうな、ね、形で解説動画を上げてますので、もしね、なんかそういう文法とか単語に自信がない方とか、 まあそこに、ね、知識は、ね、あるんだけれどもなかなかこう得点に結びつかない方あーですね英語長文が苦手な方とかいればですねぜひ見ていただけるといいのかなというふうに思います。